はい、どうも、フメルです。今回ですけども、スケアリードレスマレウスと、マレウスのですね、ちょっとスキルの違いですね。こちらをですね、ちょっと詳細に、まとめていきましたので、紹介していきたいなと思います。で、そこから、じゃあスケアリードレスマレウスはどれぐらいの性能になるんじゃないかなっていうところも含め、ちょっとやってみたいなと思います。ということでですね、まあ、下の方にざっくり書いてるんですけど、まあ、まずスキル発動数の違いがあります。スケアリードレスマレウスの方は21ですね。まあ、一方、普通のマレウスは19ということで、まあ、ここは発動数2違います。で、効果時間は 6.5 秒というところなんですけど、こちらね、もう動画撮影して、まあ、動画作りました。はい。私、動画一生懸命作りましたということで、こちら作ったやつなんですけど、これ、まあ、見てもらいたいんですけど、はい。これ、スキルマです。マレウススキルマの動画撮影して、で、右側が、ディズニーゲームの、動画の撮影のやつを録画して、で、比較したやつなんですけど、これ、比較するとですね、効果時間同じだったんですよね。で、マレウスが 6.5 秒だったんで、まあ、これはもう、効果時間 6.5 で、間違いないかな、というところです。同じでしょうっていうところです。なんで効果時間は同じですよというところになっております。でコイン補正なんですけど、消去、これね、申し訳なかったです。自分先日の、速報の時にはちょっと間違って26っての消去を22でやっててプラス補正って言ってしまったんですけど、実際は消去のやつ、ランダム消去は補正なしです。はい。で、消去後の周りの粒消す方では、マイナス補正が入っておりまして、マイナス1段階、2段階かな、これ。で、20消去で、大粒なしで、見たらですね、マイナス 17% 入っておりました。はい。まあ、ちょっと、ここがきついかなっていうところですね。マレウスと比較すると。マレウスのはなしなんで、まあ、ちょっとここきついかなっていうところです。あと、マレウスと比較して、もう一こうきついところがあるんですけど、これがスキルゲージの反映なんですけど、これ消去なしの方、あ、消去ない、消去の方はですね、多分等倍か、まあ入りやすくなってるか、まあちょっと、ん?入りやすくなってるか、まあ等倍かちょっと減ってるぐらいかなっていうところなんですけど、周りの粒消すところになると、スキルゲージの反映がめちゃくちゃ減ってます。スキャリードレスマレウス。ちょっとここが辛いっすねっていうところで、まあこれも実際これ見てもらうとわかるんですけど、今これ消去で入ったんですけど、消去でさ、これ多分3つ4つしか入ってないんですけど、こんだけ入ってない。多分当番入ってるんですよ。これ見て、ほら、入り方が全然違うでしょ。なんでね、私が使ってスキャリードレスマルスを、スキル 6.5 秒で、スキルループできるんかいっていうお話なんですよ。多分きつい。いつしか無理だと思うんです。ただスキルゲージ繰り越しすればいけるとは思うんですけど、まあ、ちょっとそこがどうかなっていうところですね。まあ、ちょっと実際ここはね、使ってみないと体感わからないんで、っていうところです。まあ、ここが辛いところだなっていうところですね。スキルループが結構絶望的だっていうところがちょっときついです。まあ、でも、一応汎用されてるんで、っていうところがあるのでっていうところですね。で、スキル内容が、そう、周りの粒消すスキルなんだけど、スキュアリードレスマルスはランダム消去が入って、スキルマンの場合は22消去するというところですね。あとはおまけ効果が、スキュアリードレスマルスにはついていて、大粒が降ってきやすいという、そんなおまけ効果がついていると。マルスの場合はなしということで、まあ、ここの違いがね、まあ、スキル発動数も、まあ、差が出てて、あとはスキルゲージの反映の方も差が出てるんじゃないかなと思います。なんで、まあ、スキルループしないんだけれども、まあ、スキル後に、まあ、この大積もを利用してスキルゲージ繰り越しとか、タイムも狙ってってやっていけば、別にそこまでっていう感じなんじゃないかなとは思ってます。はい。ただですね、オクスコア出す、っていうところで言うと、まあ、多分スキャリドレスマルウスでも多分出るとは思うんだけど、
多分通常のマレウスの方が多分出しやすいんじゃないかなと思います。っていうのもまあキアリドレスマレウスはね、打率も降ってきやすいっていうところもあって、消去数が伸びすぎてしまうっていう、まあ、デメリットも一応あるんですよね。まあ、ただ、その、ローンチェとか、まあ、その打率も含んだ消去数アップっていうのは見込めるんで、ポイント稼ぎで言うと、そのマイナス補正がなければ、もう、がっつり稼げるんでっていうところで、まあ、その、消去数はそう、スキアリドレスマレウスの方が全然、しやすいんじゃないかなというところですね。はい。なんで、まあ、この大積む利用し大昇級を狙ってっていうところで、このマイナス補正が帳消しできるんかっていうところですね。あとはこれ、一応昇級の方のコインが、この、マルスの方に入らないんで、22昇級分のコインと、この大積むを利用して、まあ、どれぐらいこの1スキルで、コイン稼げるのかというところが、まあ、今回このスキアリドレスマルスの、まあ、着目するところかなと思います。うん。ですね。というところでございます。いかがだったでしょうか。まあ、どうすか？実際、これを見てですね。コイン稼ぎはね、まあ、ちょっとどれぐらい稼げるかわからないんですけど、まあ、使いやすさ的には、スキルの使いやすさ的にはやっぱりスキアリドレスマリウスの方が、ま、使いやすいとは思うんですけど、コイン稼ぎで大昇級になってっていう方法でやるとですね、まあ、やっぱりそのショートチェーンでタイムやっていくには、ま、やっぱマリウスかなというところで、まあ、この使い分けができたりっていうところもあるんで、まあ、やっぱ、結果これを積むはいい積むになるとは思います。はい。という感じになるんじゃないかなと思います。まあ実際使ってみないとわからないところもまあ多々あるとは思うんですけど、まあ明日ですね、新積む確認会ライブやりますので、ぜひですね、皆さん遊びに来てもらえたらなと思います。うん。てか、スキアリドレスマレウスをもうチャームにしてもらいたかったですよね。あとアズールもそうですけど。ここが個人的には、まあ、ちょっと残念だったな。まあ、3体ともチャームにしてくれればよかったのになぁというところはちょっと思いましたけど。はい。というところになっております。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。それでは。